カップ焼きそばとは日本発祥でカップ麺の内焼きそばを模したものを指す。袋麺タイプも含めたインスタント焼きそばの一ジャンルである。カップ焼きそば。パッケージの中身通常のカップ麺と同じく熱湯を用意するだけで調理可能である。カップ麺の特性上、袋麺タイプのインスタント焼きそばと違って焼く調理過程がなく厳密には焼きそばではなく 焼きそば風のカップ麺である。21世紀初頭では、袋麺タイプのものよりも広く浸透し、定着している。需要として、季節的には、春から夏にかけて、売り上げが伸びる傾向となっている。スープを伴う、通常のカップ麺とは、調理方法が違い、湯を注いで所定の時間が経過した後、蓋に設けられている湯切り口を開けて、そこから用捨て、 その後にソース、または調味料をかけ、かき混ぜて、調理終了となる。麺に残る水分を逆に活かすために、カップ焼きそば添付のソースには、粉末タイプのソースや、高濃縮で味の濃い液体ソースを採用し、また焼いた食感を出すために油分を多く、含有させている。逆に、カップラーメンと違い汁けは、ほとんどないため、飲み物がないと食べ辛いと感じるものも多い。 この意見に答え、東北地方、新越地方限定の、焼きそば、バゴーン、北海道限定の、焼きそば弁当のように麺を戻した湯を再利用する、ことで手軽なカップスープを作ることができる、粉末スープを封入した製品や、小チキンのように麺を戻した湯がそのままスープになる、製品も存在する。カロリーは通常サイズの商品において五百キロカロリーを超えることが多く、 大体300キロカロリー以内の同サイズのカップ麺と比べカップ焼きそばの方が高い。理由としてカップ焼きそばの方が通常サイズ商品1食分あたりの内容量がカップ麺よりも約1.5倍から2倍と多く内容の構成にてカップ焼きそばの方が麺が多くそれがカロリーに反映されているからである。またカップ焼きそばの方が麺が多い理由として カップ麺の場合、調理後は、スープの量が増えるため、麺、スープ、具を一緒に食べることで満たされやすいが、カップ焼きそばの場合は、一部商品を除き調理後も、麺、具だけであるため、麺の量がカップ麺と同様の場合、満たされにくい、物足りない可能性があるため、と各社は説明している。同様の食品として、乾燥麺や、 生タイプ麺を使用したカップ焼きうどんやカップスパゲティ、湯で戻した麺をさらに水で冷やして食べるカップ冷やし麺も存在する。生タイプ麺のソース焼きそばも幾度となく発売されているが、短命に終わっている。カップ焼きそばの調理例蓋を開ける。製品に付属している袋入りのソース、火薬、ふりかけ、青のりなどを取り出す。火薬を麺の上に乗せる。 熱湯を麺が浸るまで注ぐ。一度開けた蓋を再度かぶせて封をし3分間待つ。蓋に設けられている湯切り口を開け熱湯を捨てる。ソースをかけよくかき混ぜる。ふりかけ青海苔などをふりかける。カップラーメンと違い麺を戻したよう捨てるという工程があることから消費者が失敗するケースがある。主な失敗例としては 湯を捨てることをせずにソースを投入し、薄いソース味のラーメンにしてしまう湯を捨てている最中に蓋が外れてしまい、麺が容器の外に飛び出してしまう湯を捨てている最中に飛び散った湯により熱傷を負うがある。1に関しては明らかに作り方の説明をよく読まずに調理した消費者に問題があるが、メーカー側でもこれら失敗例への対策として、製品に 様々な工夫を凝らしている。ポリスチレンシート製の容器を製品に採用しているメーカーでは、きちんと蓋がしやすいようはめ込み式にしている。発泡スチロール製の容器を採用しているメーカーでは、蓋部分となるラミネート加工の防水紙に二重シール式の湯切り口を設けている。各メーカーの製品には、蓋、本体、外装フィルム、いずれかの部分に熱傷に対する警告が、 印刷している。初のカップ焼きそばは、1974年7月に発売されたエビス産業、エビスカップ焼きそばであり、続いて、同年8月に、ヤマダイが、ニュータッチ焼きそばを発売、同年12月にエスコックが、カップ焼きそばバンバンを、業界初の縦型容器で、発売、1975年に、東洋水産が、マルちゃん焼きそば弁当、 同年3月に、マルちゃんホット焼きそば、同年同月にマルカ食品が、ペヤングソース焼きそばを、業界初の角型容器入りで発売、同年4月に、日清食品が、ジョイカップ101焼きそばを、発売、と、各メーカーから新発売されている。1976年5月には、日清食品から、現在まで、ナンバーワンのシェアを誇っている、日清焼きそば有価用を発売。 翌九百七十七年には、日清焼きそば誘拐王がテレビ CM にピンクレディを起用してから爆発的人気となり、当時のカップ焼きそばにおけるシェア六十パーセント超を獲得した。九百八十年代末期頃に、明状食品から麺の吸水力と容器形状を工夫して薄手不要としたカップ焼きそばが、お湯捨て禁止という商品名で製造、販売されたが、 麺がふやけすぎてまずいと消費者からの評判が悪かったこともあり、その後、お湯捨て、マッタへの名称変更や味の変更などリニューアルを二度言ったが、結局回復せず3年半で製造終了となった。1988年2月にエースコックより大盛りかやきそばが発売、ビッグサイズ化の先駆け商品となった。1995年、明星食品は初めて、 トッピングとして、からしマヨネーズを添付した、一平ちゃんお店の焼きそばを発売。1997年には、一平ちゃんお店の焼きそば大盛りも追加され着実に、同社の定番商品として人気を獲得する。2006年9月18日、エースコックより麺とか役に、遠赤外線で焦げ目をつけた、本当に焼いた本焼きそばが発売。当初は、レギュラーサイズのみ。 2007年以降は大盛りサイズのみ販売されたが後に販売終了した。2007年7月17日日清食品より電子レンジ調理専用で湯沸かしゆきり不要の日清焼きそば誘拐オーネクストジェネレーションミックス焼きそばが発売。2006年時点でトップシェアの製品は日清食品の UFO である。日本だけでなく 中華人民共和国上海市でも製造、販売されている。2000年代後半に小麦卸売価格の高騰による影響で各社がカップ焼きそばの値上げを行った際、その影響で売り上げが落ち込んだ。しかし、2010年代初頭では回復傾向となっている。2010年3月に発売されたエースコックジャンジャンソース焼きそばは、 縦型容器やソース練り込み麺といった特徴が受け入れられ好評である。売り上げは発売週にてトップブランドの u o に次ぐ販売個数を記録し、4月の売り上げもトップ3に入り、同年上半期のヒット商品特集に取り上げられ、2010年中盤もカップ焼きそばの売り上げの2.3番手を維持するなど、カップ焼きそばの新たな勢力となっている。 地域別の売れ筋傾向は、東日本、特に関東地区では、ペヤングソース焼きそばが、東北、新越地区では、マルちゃん焼きそば、バゴーオンが、北海道では、マルちゃん焼きそば弁当が、それぞれ抜群の人気を有している。ありがとうございます。